なでしこ版令和の虎。ではどうぞ。今宵も一人のなでしこが己の野望を胸に虎へと挑む。まずご経歴をどうぞ。松井真知子、53歳、千葉県に住んでおります。最終学歴は、東京造形大学卒業。現在は、社会福祉法人でパン製造家の仕事をしております。今回の希望金額と出資形態を教えてください。100万円を希望しています。出資形態は投資です。あなたが思い描く未来の姿は？星納豆を全国に広めたいです。では女性の未来に輝きを、 Shine Your Dream。てかどちら様ですか？あ、なんかあの有名な方じゃないですか。あのなんかあのキャバクラ街で有名な方かなって。ちょっとでも外人っぽい。でもなんかちょっとそれにしてはなんか可愛い。背高すぎも高いし。確かにあのスッとしてる。そのキャバクラ街で有名な人が衣装提供とカツラ提供をしていただいております。はい。いやこれね、今までの女装の中で一番可愛いです。可愛いですね。可愛い。え、歴代どなたがいらっしゃった？まあ、岩井さんとかドラゴン放送とか、ね、カウントしちゃダメでしょ岩井社長。ダメ？ダメです。あ、ダメですか？岩井社長、いや圧倒的じゃないですか。ありがとうございます。可愛、はい、僕もね、まあ女装したら可愛いんじゃないかなと自分では思ってたんで、いかがでしょうか？もうワンちゃんいけます。もうその言葉だけで十分です。ありがとうございます。なんかすいません本当。いや美しいです。なんかありがとうございます。あなたの簡単なご経歴をお願いします。はい、美術大学を卒業しまして、お菓子のパッケージデザインですとか企画プランニングなんかを大手のお菓子メーカーさんの方にさせていただく仕事を5年間しまして、そこでやっぱりお菓子っていうことで食を寝る間も惜しんで食のことを考えるあの時間ばかりを過ごしていたので、まあ、その中で、まあ、お菓子がメインだったので多くの人が楽しんで美味しいと思ってもらえるあの商品を作りたいと思って励んで きました。まあ、その中で、環境のことなんかも考えるようになってしまって、会社を辞めてから、食と環境についての、勉強などして、今に至る感じです。簡単にプランを教えてください。はい、日本の発酵食文化をあの新たなあの新しい形で、日本に広めたいと思っております。ちょっと具体的に聞きたいんですけど、はい、その発酵食の文化っていうことなんですが、はい、今回は具体的にどんな、はい、株式会社ピナイインターナショナル代表茂木哲也。会社経営21年 IT 系を中心に4社を立ち上げ、3社を M&A し売却。日本初のフィリピン人専門家事代行サービスを運営。事業拡大は止まらない。外国籍人材で未来を変える連続起業家の虎が志願者のマネジメントに切り込む。はい、今回は具体的にどんなプランニングになるんですかね。発酵食っていうのはたくさんあるんですけども、はい、今回は星納豆って茨城県の本当納豆どころでしかあの割と食べられてなくて知られてなかったりするものなので、それを体にいいものですし、まあ、非常食なんかにもすごくいいものだったりするので広めたいなと思っております。ドライ納豆ってことですか？乾燥させた納豆。そうです、あのドライ納豆っていうのは一度フライ、あの油で揚げるか、はい、もしくはフリーズドライにして、うん、もうスナック感覚で食感がだからお豆のようなポリポリした感じになるんですけれども、あの星納豆っていうのは単純にあの納豆を乾燥させただけのものなので、ちょっとなんてグニュグニュした感じ、知ってる方はドライ納豆って思われるって食べるってしまうかもしれないんですけど、それとは全く食感が違うものになってます。どちらかというと食材として食べられる
あの例えば料理なんかにもあの使うことができますし、大豆が原材料なので、お肉の感覚でタンパク質を取れるっていう、すごくあのいろいろ可能性が広がる食材だと思っております。なんかその商品の説明はすごい分かりやすくていいんですけど、はい、まずその前に聞きたいなと思うのが、はい、なんでなでしこ版なんですか？私が女性だからっていうのがまず一つと、それから、ビジネスっていうところですごく初心者っていうのがありまして、まあ、5年間プランはしてきたんですけど、やっぱりどうしてもそこだけやってきて、結婚してあのそういう社会から離れてしまって、まあいろいろ世の中を見ていく中で、あのこれからまたどうしていいかっていうのを考えた時に、女性ならではの視点でいろいろ学ばせていただけるんじゃないかっていうことと、感覚的に受け取ってもらえるんじゃないかなっていう、なんかちょっとどっかあの期待があって、なでしこ版にしました。僕と同い年なんですね。あーごめんなさい、はい、なんで謝るんですか？俺もなんで謝るんですか？はい、もうその時点でかなりシンパシー感じてます。はい、トラ田中が主催を務める新たななでしこ版令和のトラ、近い林が進行する中、星納豆を武器に挑む志願者、なでしこ版への挑戦、その理由を語る。序盤戦、一体どう転がる？単純にその資金を調達したいんだったら本家の方が可能スケールはできるじゃないですか。だからなんでかなと思って聞いてみたんですけど。そうなんですね、はい、じゃあもうちょっと経歴とかお話しした方がいいんじゃないですか。なんで起業したのか、起業しようと思ったのかだとか、多分2019年でここで止まっちゃってるから、そこからここに至るまでに自分がこういう思いでこの事業をやってきて、こういうところがちょっと正直まだ分かってないとか、なんかそういう風な伝え方したらより共感してもらえるんじゃないかなって。あ、なるほど。2007年まで東京にいたんですけども、はい、それから山口県に引っ越しまして、そこでまあ自宅を開放してパン教室を始めたんですけども、やっぱりすごく田舎なので、それまで の, あの活動が同じようにスムーズにはいかなくて、主人にあの食べさせてもらいながらの自由な、なんかあの教室っていう感じだったかなと思いまして、もっと本当はバリバリあのどんどん世の中に広めたいいことであったんですけども、なかなかそれが叶わなかったのが山口県での生活だったかと思います。2019年3月っていうのは山口県から千葉県にまた移転しまして、また、まあ、全然見ず知らずの土地に来て、まあ、どうしたらいい、どうやって自分が今後やってたらいいのかなっていうことを考えながら、ボランティアの竹の整備から、まあ、竹炭を作るだしとか、大地再生のボランティアをしたり、朝農家さんの方に修行に行ってみたり、まあ、環境と食っていうところで活動させていただいた末、今は社会福祉法人の中にあるパン製造家っていうところで働かさせていただいてます。でも全部発酵と環境のつながりっていうのがあって、まあ、その中でいろいろ学ばせていただいてることっていうのは多くあります。あのパンで止まってるんですけど、パンからその納豆に出会ったこう、きっかけとか何かあるんですか？はい、わかります。パンはやっぱり今すごく小麦が悪いっていう風に、まあ、ダイエットをされる方ですとか、グルテンね、そうですね、うん、はい、グルテンフリーがいいっていう風に言われてるっていて、作る側としては進めるのもすごくあの心が痛む部分であったりしたんですね。でもまあ、 あの天然酵母で自分で種を起こして、それからスペルト小麦ですとか、体にできるだけ悪くない小麦を使ってみたいな形ではやっていたんですけども、でもやっぱりそういうのなかなか食べ慣れない方が多いので、迷ってる時にちょうど移転したっていうところもありまして、たまたまその納豆、干し納豆を、10年間作って10年間所持してた方がいらして、それを食べさせてもらった時にすごい、これすごいぞと思いまして、はい、それでちょっと納豆も発酵だし、実はあの
納豆の方が日本っていう土地には広めるべきものなんじゃないかとそこで思いまして、そこから納豆のことを深掘りしていく形になりました。10年持つんですね。あ、何十年もでも多分持つと思います。っていうのは干し納豆、はい、あの干し納豆だけではなくて、あのお酒ですとか、まあ、古酒って言われてあのワインですとか、全部微生物が生きてるものは何十年でもあの持つと思ってます。結局生きてるものなので、うん、はい、お味噌も1年味噌を今皆さん食べられてるかと思うんですけど、実際は3年味噌の方が薬効が強かったり、もう一つ言ったら10年味噌の方が薬効が強かったり、でもその熟成する期間でどんどん成分っていうかな、変わって、ただの食べ物ではなくて体にいい作用のものに変化していくものなので、あの冷蔵庫に今うちに味噌があるわけですよ、まあ、みんなあるか、あ、はい、うん、あの味噌10年ぐらいほっといても食えるってことですか？それはまた違う、そうですね、それはどういうふうに作られてるかにもよるかと思います。まずどうなんですか、なぜ、なんで株式会社 AMM 代表田中亜美、美容通販で年間100億円の売り上げを3年連続達成、マザーズ東証一部まで上場をサポート、2つの美容商品はミリオンセラーを達成、マーケティングコンサル化粧品美容マシン卸しで業界を席巻、フォロワー数百人から個人年商8億円へ、 SNS で集客するな、勝ち組サロン先導者、いかなるサクセスストーリーを作り出す。なんで発酵文化を広めたいって、なんかあの経験があったとか、なんか体験があったんですか？添加物の多いものを食べてるよと、なんとなくこうなんか宙に浮いたというか、こうあのふわふわするんですけど、まあ、自分自身でも発酵食を食べるとなんかこう腹が決まるというか、地に足つく、地に足つくような、これなでしこ版特有です。あ、ごめんなさい、なでしこ、はい、なでしこ版特有 の、 あの表現なんですよ、はい、うん、そうなんですか、はい、あ、すみません、腹が決まる、あのなんていうかな、ちょっとスピっぽい感じそうですね、そう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 、うん、ちょっとスピリチュアルっぽい、なんかその理屈じゃ言えない感じですよね。そうそうですね、でもまあこういうの分かってほしいからあの出たってことですもんね。まあでも分からない人たちかもしれないだから今ちょっと翻訳しましたありがとうございます、はい、すいません。要はこれを食べたら腹が決まると。腹が決まるんですか？腹決まりたいんですけど、うん、これ試食できるんですか？あ、はい、市販のものと、あとあの私の方でちょっと手作りしたものと、あの2種類ありまして、紙に、この手作りしてる方を売りたいんですよね。あ、もちろん、まだ売ってないってことですよね。まだこれから、ね、はい、これからで、サービスをあのローンチしたいから、そのための費用ってことですかね、はい、じゃあ食べてみますか。はい、どれを、はい、作って3ヶ月のものと今回10年ものとお持ちしまして、ちょっとあのこれをどうしたらいいんですか？あの、はい、私が、はい、じゃあ、はい、じゃあお願いしていいですか、はい、これは何ですか？筒、はい、あのそちらが10年で、こっちが3ヶ月、はい、干した納豆の10年ものと、はい、あの天日干しです。はい、匂いがすごい、すげえ、10年ちょっとすごい匂いがある本当だ、もうすごい、けんのか10年匂いすごいよな、もう取った瞬間からくせえでも10年は匂わない、匂わ、そうなの、本当だ、10年は匂わない、3ヶ月は、3ヶ月はちょっと絶妙な、なんかうちの息子のちょっと惜しいもの匂い、やめてやめてあーでも10年すごいな、ミイラになってるってことね。そう、10年の方が気になる、うわーすごいね。確かに匂いが。なんか普通の納豆よりなんか匂う感じがします。これはどうですか？もう開けていいんですか？開けてみていい？開けて、あの、そのままつまむ形で。はい、3から。はい。俺納豆大好きなんだけど、この3ヶ月のやつはなかなか強烈な匂いがするね。あ、そうですか。あ、でもカラカラ。ちょっと匂いが気になる方は冷蔵庫で冷やしていただいたら、ちょっと匂いが弱い。なんかこの緑のやつはカビじゃないですよね。緑のは、あの、シソです。あ、シソ。畑で採ったシソを乾燥して混ぜて、いただきます。はい。これいいんですか？もう一斉に食べちゃって大丈夫ですか？どうぞ。はい、あ、これはもう干しただけで、干しただけです。味をつけてないってことなんですかね。味はお塩と、あの、その、しそですね。味噌の濃い味する、うん。どうやって食べるんですか？パラパラできて、はい、そのままつまむみたいな感じ。そうです、そのままでも。ご飯にかけずとかじゃなくて、ね。ご飯にかけてもいいですし、すそのままでも大丈夫です。ビールのおつまみにする方もいらっしゃいますし、はい。なんか食感が独特っすね。そうですね。ただそれが他の食材と混ざるとちょっと肉っぽい感じになるんですよ。黒い黒い。ちょっとそこは。ごめんなさい。
やめなさい。やめなさい。本当に食べる前にやめてくれない？このビジュアルどうにかならないな。ものすごい食べたくなさそうな顔してる。ね、やばいです。じゃあ食べて。いやでも食べます。なんかおばあちゃん家の匂いがする。イニシエ臭。でも意外にいける。イニシエ臭受ける。イニシエ臭。イニシエ臭いいっすね。懐かしい日本の昔の。あなるほどね、うん。コクが深い。うん、でも食べたら美味しい。熟成され味は10年の方がいいか、うん、こっちもいいね、コク深い、うん、正直見た目がちょっとやばすぎてあれだったけどそうです、ね、食べたら10年ものの方が美味しいです、はい、こっちの方が人気ですか10年もの。あ、10年ものあんまり肥料をまだしてなくて、あ、はい、あまりにも衝撃すぎるから、うん、ちょっとこれ見た目がねちょっと売りにくいですよね確かに、はい、普通は賞味干し納豆も賞味期限があるものなんですけども、まあ、実際ちゃんと作っていれば賞味期限がないって言えるものなので、ごめんなさい、もう一回聞いちゃいますけど、これをどういうその調理の仕方とかすると美味しくいただけるんでしたっけ、はい、あ、より美味しく、あ、より美味しく、はい、オリーブオイルを今日持ってきてますけど、オリーブオイルちょろっとかけると、まあ、また全然美味しいですし、パンに、チーズを乗せて干し納豆とオリーブオイルちょろっとか割と卵焼きにも合いますし、マツコさん の番組でもそのドライ納豆を使ったオムレツみたいのやられてたりとかするので、もう納豆だけでオムレツとかいいかもしれない、ね、納豆オムレツ美味しいですからね、うん、普通にうまいよね、チーズとか ね、 そうですね、オリーブとか合いますよね、ちょっと水分が戻ってくるとこの食感がまた変化して美味しいので、まあ、売り方だな。これでも女性の感想を聞きたいですね。なんかすごいこれ気に入ったっていう方はいます。いや僕すごい正直に言っちゃうと、はい、普通の納豆か、はい、JAL の機内で出てくるドライ納豆のどっちかに振っててくれた方が食いやすいなと思ってて、うんうん、美味しいは美味しいんだけど、そうですよね、なんか微妙っちゃ微妙だなって正直思ってます、はい、まあ、男の人は好きじゃないかもしれないですね、うん、正直そうですね、うん、なんかやっぱ男の人ってあの定番が好きなんで、うん、そうですね、なんか多分ドキドキする食べ物あんまり食べたくない、うん、わかりますわかります、本当おっしゃる通りだ、めちゃくちゃ保守的なんですよ、うん、男性って毎回一個気に入ったら毎回同じもの食べるんで、いや本当そう、はい、いやわかります、なので本当そこのチャレンジは女性の方がなんかすごいので、うん、はい、ちょっとぜひ聞いてみたかった、まあ、なんか別に味は10年の方が私は好きだなと思って、うん、味とかは別に美味しいかなと思うんですけど、付加価値がないと買わない、うん、正直で、多分その付加価値がその松井さんが 今までおっしゃってたことで結構環境の問題だったりとかご自身の思いっていうのはすごい伝わるんですけど、うん、それって自分の思いなんで、うん、消費者側からすると全然関係ないんですよね、まあ、もちろんその SDGs になるとか そういう部分って結構まあ今アパレル系とかでも出されてるところであるんですけど、もっと分かりやすく一言で伝えれる何かがあった方がいいかなっていう感じです。そうじゃないと多分手に取らないかなっていう。うんうん、まあ、その辺どうですか？ネットで集客しまくってる会社長。でもそうですね、なんか。株式会社ベリアーレ代表藤井舞。2人の子供を育てるシングルマザー、妊娠子育て中にゼロイン企業、スタートアップから一人で爆走、わずか3年で年商1億円超えの急成長、ホームページ制作事業プログラミングスクール運営の両軸、女性オンリーの会社経営でなでしこたちの社会進出を促す IT 業界のど根性女社長、志願者の情熱を受け止める。でもそうですね、なんか決め手がある方がいいなとは思ってて、なんかないですか？そう、これじゃないといけない意味がわからないとか、うん、例えばドライ納豆とか普通の納豆じゃなくて厳しい主催、すごい優しく厳しいこと言うね主催の言葉選び好きです今考えているのはその50粒で食中毒防止になるって言われてる、うん、発酵学者さんがありまして、いろんな僻地に行くのに必ず干し納豆を所持していて、なんかやばいものを食べなきゃいけなくなった時にその50粒を食べて、でお水を飲むでいるそうなんです。周りは食中毒になっても自分は大丈夫だったっていうようなこと、逸話もあったりもするので、そのやばいところに行くとこ行くってあまりないじゃないですか。例えばまあ今後その災害が今いろんなところで、うん、あるかと思うんですけども、はい、かなりお腹にたまるのでいざっていう時の非常食にいいっていうことと、これじゃないとダメな理由を知りたいです。そうなると災害時でこれがいいですよっていうのであれば、これである理由であったりとか、例えば求めてる回答って、例えばお腹の中の善玉菌が何パーセント増えましたとか、食べる理由が
こうなったらこうなりますよではなくて、うんうんうん、調べてきてほしかったっていうのが正直な感想です。腸活ですとかそれから食物繊維が多いのでダイエットには確実になります。でもまあまあ逆に言えば、はい、腸活とかダイエットに効く食材って、はい、いっぱいありますね。食品って今死ぬほどあるわけです。そうですね。なぜわざわざこの納豆になるのか、はい、やっぱり生きてるっていうことだと思います。おー、来たなぁ生きてるってこと生きてるなぁ、ビフィズス菌とは違うのかこういうのはやった方がいいですよ抜けられるんであ、ごめんなさい、あともう一個だけ質問したいのが、これいくらぐらいで売る感じですか、もし販売すると。一般的には、まあ、1000円ぐらいで 200g ぐらい入ってるんですけども。 200g ってどれぐらいですか、例えばこの袋で言うと。あ、これこれそれで1000円、これはもうちょっと、これはもうちょっと多いぐらいですね。かなり高いね、はい、割とあの大豆が小さくなっているので、あ、ごめんなさい、だから納豆3パック分ぐらいはあるって感じですよね。もっとですよね、もっとある、5パック分ぐらい、もっとですよね、もっとある、もっとです、納豆1パックで 80g ぐらいですよね。1パック 45g で水分だからキュッてなってるからですよ ね、はい、すね。甘いものを食べちゃうよりもこっち食べた方がいいやって言って食べちゃった人が後から食べ過ぎてお腹で膨らんで気持ち悪くなるっていう傾向があるので、食べ過ぎ防止で小分けにした形で販売するっていうようなものを考えた方がいいなとも思ったりしてます。食い物って基本的にはまずどこまで行ってもうまいかどうかなんですよ、うんうん、まずは、はい、めっちゃうまいなって言うから売れるわけで、うんうん、でその次に価格だと思ってて、それが手に取れる価格だから定期的に買うようになるわけで、はい、この納豆をいきなり手に取るシチュエーションが分かんなくて、はい、どういう状況なんでしょう、うんうん、そうですね、はい、毎日災害が起きるわけでもないですし、そうですね、はい、割とその1000円ってこういう価格は最初に手にするには高いと思うんですよ、分からない状態で。なので200円ぐらいで本当に少量入れた状態で口寂しい時にちょっと食べとくような形のもの、はい、でお腹が満たされる、で体が健康になっていくっていうようなところでと思ってるんですけど、それは結果論じゃないですか、うんうん、これを食べ続けた結果、うん、そうなるねって実感はあると思うんですけど、はい、200円だろうが100円だろうが、はい、納豆もあってドライ納豆もある中でわざわざ干し納豆を取る選択肢に人間がならないのではないかと思っていて、ここはどう解決するんだろうっていうのが気になります。そこがだからこれからその新しい、ここから先の新しい干し納豆の世界の展開なのかなと思っていて、うん、それはもうなんかいろいろもっと考えないといけない。まあパッケージの形態でいろんなそのターゲット層をに向けて商品を作るっていうのは割と得意なのでできるんですけど、絶対これって言われるそれっていうのはもうちょっと考えないといけないなと今思いました。っていうか、まあ、そこが結構全てな感じはしますけどね。道の駅で販売するのになんか製造する費用、はいはい、これ110万円かかるんですか、広告に50万円、ね、はい、パッケージに30万円、はい、なんか納豆を作る費用とかはかからないってこと。納豆は割と低コストでできるので、で今シェアキッチンとして製造許可をもらった場所があるんですけど、まあ、ここ今そばカフェって書いてるんですが、うん、ここで作るのですごく小さな少量しか逆に私がやるには作れないので。じゃあそこで頑張って作った分は月に全部売れたらいくらになるんですか。月に全部売れたら頑張ってもやっぱり5万円くらい。5万円しか売れないんだよね、うん、それで利益の、2割を末永くリターンしていただけるんですよね、ということは5万円のうち、利益はいくら出ますか。1万円ということは末永く僕たちは2000円いただけるっていうことでよろしいですか。100万円出すと延々に2000円いただけるということで、すいません、なんか SDGs な返済ねえすいません、持続可能うまい。ああいざ実食、虎たちの反応は今一つ。続く議論で虎たちの心をつかむ一手を打ち込めるか。次回後半戦、なでしこの未来、輝きをつかめるか。
無理なんだから動画も上げ、月一万しか儲からないのに50万動画に掴もうっていうね、方なんですから分かんないな。でもこれはすごいの。愛を込めて作ってんの。みんなで力を合わせてさ、盛り上げていこうよ。